こんにちは、きみちるチャンネルのきみです今回は危険物取扱者、物理化学これで完璧の第2講義目をやっていきたいと思います文系の方や物理化学が苦手な方にも分かりやすいように細かく解説をしていきたいと思いますのでよかったら最後まで見ていってくださいではやっていきますではまず1つ目、沸騰について皆さんは沸騰と蒸発の違いわかりますでしょうか 沸騰と蒸発には明確な差があります蒸発については前回の第一講義目で状態の変化についてというところで触れたのですがこの蒸発というのを例にとってですね沸騰と蒸発について話していきたいと思います蒸発をイ,イラストで表すと蒸発コップの中に 液体が入っていていこの液体の表面の部分液体表面から液体から気体へと変化していくこの現象のことを蒸発と言いますそして沸騰沸騰についてはイラストで表すと。 液体があってもちろん蒸発と同じく液体表面でも液体から気体へと変化しているんですがそれプラスアルファで液体内部からも気泡が発生して液体から気体へと変化していますこの2つが起きる現象のことを沸騰と言います なので蒸発プラス液体内部からの気泡を沸騰と言いますでこの二つの現象どのような理由で蒸発と沸騰に分かれているか解説をしていきますこの二つの違いを見るためには圧力に関して考えないといけません圧力というのはこの空気が押す圧力と液体が押す圧力この二つについて考えていきますまず蒸発について蒸発は 空気が押す圧力外圧と言われるものですこれが存在します外圧で液体が空気を押す力蒸気圧という圧力も存在しますで、この外圧と蒸気圧の力の差はイラストでも書いた通り 外圧の方が大きな力となっていますこの状態では液体は蒸発しますそしてこの蒸発している状態で加熱、熱を加えると同じく外圧が存在しますそれに対して先ほど加熱したことによって蒸気圧が大きくなり 外圧と蒸気圧の大きさが同じ強さとなった場合に液体表面だけでなく液体内部からも気泡が発生している状態沸騰が起きます。 もう一度繰り返しますと加熱をするかしないかによって外圧と蒸気圧の強さが同じかそうでないかによって蒸発が起きるかまたは沸騰が起きるかこのような違いが沸騰と蒸発にはあります。以上で蒸発、そししてて沸騰について違い違は分かか。ったでしょうか続いて2つ目臨臨界界温度と臨界圧力について。この2つの言葉少し難しいんですが例を踏まえながら解説をしていきます。 消火器あると思うんですけど、この消火器の中には二酸化炭素が充填されていることが多いです。で、二酸化炭素を思い浮かべると、気体で存在するようなものだと思うんですけど、消火器の中にはこの気体を液体へと変化させた、液化させた二酸化炭素が充填されています。で、この気体を液体へと変化させるという行為なんですが、 これはどんな温度でも圧力を加え、圧力を加えれば良いというものではありません。ある一定の温度以下でないと、圧力を加えても液化することはありません。で、先ほど二酸化炭素を例に取ったので、この二酸化炭素をですね。踏まえながら解説をしていきます。二酸化炭素のこの臨界温度は。三十一点一度です。 この31.1に関しては全然覚える必要はありませんのでご安心ください。で二酸化炭素は3 1 1一度よりも高い温度この部分ですね高い温度の状態ではどれだけ圧力を加えたとしても液体体から気体へとと変化することはありませんそのためこの3 1 1一度よりも上の部分これは気体で必ず存在します。 しかしこの 31.1°C よりも低い温度ならばある一定の圧力よりも強い圧力を加えれば液体へと変化することができますこの 31.1°C この数字のことを臨界温度と言いますで臨界圧力に関しては先ほど 31.1°C よりも下の温度の時にある一定の圧力を加えればいいこの度で 液化する圧力のことを臨界圧力と言いますで、このような意味を持つ臨界温度と臨界圧力ですが問題の問われ方としては正しいか正しくないかという問われ方をしますそのため正しい文章を一度理解して覚えていただくとこの問題が出たら得点することはできると思いますのでしっかりとこの文章を覚えていってくださいで、その文章がこちら臨界温度で 体を圧圧縮すするる。と臨界圧力にに達した時完全に液化するもう一度臨界温度で気体を圧縮すると臨界圧力に達した時完全に液化するという文章です。でこの文章ですね2つだけ気をつけてほしい点があります。まず1つが臨界温度そして臨界圧力温度と圧力どちらもある一定の 値に達しないと液体へと変化することはないので注意してください片方でも抜けてしまうと誤りになりますそしてもう一つが完全に液化するという点です間違い誤りの文章で臨界圧力そして臨界温度に達した時に気体と液体の区別がなくなるといったような文章が存在します 区別がつかなくななくく、るのではなく完全に液体と変化する完全に液化するという文章が正しいのでこちらの文章をですね一語一句覚えておいていただくといいかなと思います。以上で「危険物取扱者物理科学これで完璧」の第2項決め終わりたいと思います。 次回はボイルシャルルの法則というとても大切なものについて解説をしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をしてまた次回の第三講義目見てください。終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。